やっほー。今日はですね、ちょっと今、アミヤちゃんの、運動会がありまして、その帰りでちょっと帽子をねずっと今日はかぶってた状態だったので、なんか撮ると変だからちょっと今日は帽子で撮影していきたいなと思います。で、今日は実はじゃらーん、もう巨大な荷物が届いておりまして、みんな知ってる？流行りの Team っていう激安通販サイトがあるんだけど、そこでゲットしたものたちをちょっとご紹介したいなと思いまして、今日はその開封動画になります。とこういう結構日用品だったりとかお家でこう使うものっていうものを今回はゲットしていて、おもちゃもすごい安くゲットできるし、あの子供のものとかももろもろちょっと目についたものをゲットしてみましたので、それをね開けながらみんなにお見せしていこうかなと思っております。では開けていきます。なんか帽子変じゃない？大丈夫？よいしょ。すごい、こう日用品とかね、こう消耗品というかこうおもちゃとかそういうものにね、あんまりねこうそんなにお金かけたくないはずなんだよね。なのでこうやってね安くゲットできるサイトが本当今あの SNS とかでもすごい見て気になってて、みんなもぜひぜひと思って、よし。まずは、お、すごい。まずはですね、これ下着とか洋服とかを収納できる本当簡単な収納セパレーションみたいなものを、これ1個と、全部ね種類が違うサイズ違いでゲットしました。なんかさ、お洋服ってどうしてもさ丸めてくるって綺麗に入れてもさ結局ぐしゃぐしゃになっちゃうから、ちょっとこういうものあったらいいなと思って、これもねすっごく安かったの。こんな感じでここにね、あのブラジャーとかもいいなと思ってて、こうトップスとかもね入れていけたらなと思っております。まあ、とにかくね安いんですで、あと、お、え、すごい、ちょっと外行くときこれから寒いからスリッパを2つゲットしていて、え、かわいいかわいい。これを、外履き、はい、履きたい、ちょっとだけ、いいよ。このスリッパ1個とこれが多分家用で、スリッパもさバカになんないじゃんだからさ、かわいい。すぐさスリッパってさヘナヘナになったりさ、底がペタってなっちゃうからさね、ちょっといっぱいあっていいなと思って。こっちもかわいくない？そうで、あとアミーヤに、このゴム、アミーヤちゃんのヘアゴムもねいつもなくなっちゃうよね、うん、どっか行っちゃうよね、うん、かわいい、かわいくない？これなんかふわふわのやつ、いそう、ほらで、こういうのもさ、ほんとにバカになんないじゃん。もうママさんとかさ、もうほんとここはね、神だと思う。こういうゴムとかさ、ほんとにいつもどっか行っちゃうんだよね。で、こんだけ入ってすっごい安かったからさ、値段とかはね、全部ここに表記するのと、何買ったか下に全部書いておくので、あの、チェックしてみてください。あと、こっちもくっつけるんだよ、ほら。かわいい。見せて、カメラに。かわいい。ナイス。でこれ次におもちゃもめちゃくちゃ安くて、でおもちゃなんてバカにならないのでこれもゲットしました。今ミヤが遊びたいみたいだから、はい、どうぞ遊んできていいよ。はい、どうぞ。これリアに買ったんだけどでも私これ遊べた。いいよいいよ。そして次はもうね、子供のものを結構ゲットしちゃったんだけど、この靴下可愛くない？そう、これだとね、このままもう履かせて、外はあれだけど、室内とか歩かせちゃっていいかなと思って、これゲットしました。可愛くない？こういうのもさ、超安いんだよ。可愛い。普通に可愛い。しさ、やっぱさ、子供のものってさ、すぐ結構あの、
使わなくなっちゃったりとかサイズアウトしちゃったりするから、本当にこういうもの、まあお安くねゲットできるのは本当にいいなと思っていて、あとこれもすごいのよ。もういっぱい、もう女の子だ、女の子のねママさん、わかるかな。あのマジでヘアゴムがいつもなくなるんです。見て、こんなにいっぱい入って400円とかだったの。やばい、マジで助かる。もう本当にこれはね助かるね、救世主ね。あとこれだね、お菓子とかさ開けっぱになっちゃって輪ゴムで留めんのめんどくさいってなった時、あ、シールで袋とかをペタって留めてくれるやつなんだけど、なんかねこれがすごくいいなと思って、あの輪ゴムとかやらなくても留めてくれて、そう保存できるっていう、こういうものも何百円、数百円でした。やばいやばいやばい。そうで、あとねこれめちゃくちゃね、もうねすぐにでも使いたいんだけど、あのよくさあるじゃんこういうの、ほらこういう感じでこぼれないやつ。最近ねリアちゃん結構ご飯をねすごい食べるのね。普通のもう白米をまあ貯めるんだけど、なんか手で自分で持って食べたいみたいで、でもねめちゃくちゃこぼすんだよね。なのでこういうやつ、これもさ普通にさ1000円とか2000円とかって見たことがあるんで、あるし前も持ってたんだけど、これも数百円なんだのでこれもゲットしました。これめっちゃいいよね、こぼれない、あのお菓子とか入れてても赤ちゃんとか子供こぼれないようなやつ。やばい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 。お、で、あとまたおもちゃ、リアちゃんがね最近もしもしてやるのが好きで、そうこれもリアちゃんに、あとまたヘアゴム、これもさ何百円だよ、やばいと思うよ。多分もう多分そう、あと1年ぐらいは多分ヘアゴムずっとなくしても困んないような気がする。あ、でね、あとこれこれこれずっと気になってて、あのさ、あの窓のサッシをこう綺麗にできるやつで、これも200円とかだったの。これ欲しいと思って、あのねやっぱすぐ汚れちゃうじゃないいうところって、でしかもリアがね細かいものをめちゃくちゃ取って食べちゃうの。だからやっぱちょっとあの簡単にお掃除ができるようなこういうアイテムもゲットしました。あ、であとタオル、こういうのもさ4000円ぐらいするんだよね。なんだけどめちゃくちゃ安かったんだよね、こういうあのタオル。あ、これうちに違うやつがある、ちょっとカラー違うバージョンが、普通のねあのリアの、まあ子供どっちでもいいんだけど、タオル結構ヨレヨレになっちゃったのでこのタオルもゲットしたのと、あ、あとこれ見てスライサーやばい楽しくなってきた、やばくない。あのねうち今ホットクック、ヘルシオのホットクックを使ってて、みんな使ってる人います？もうあれにすごく今助かってて、もう本当にね、あのねあれはねママの救世主で、インスタグラムの方にいつもこう投稿してるんだけど、それを使うためにもちょっともっと切るのとかスライスするの簡単にしたいなと思ってこれをねゲットしたので、これもねめちゃくちゃ安くて、これはちょっと広げて大変じゃないか、ちょっとこれ使うの楽しみマジで。でなんかこうあの なんていうの、玉ねぎとかも四角に切れたりとか、あとなんかいろいろできるんだよ。はい、でこんな感じでいろいろと入ってる、いろいろ使ってみてその時にまた紹介します。そしてあとこれなんだろう、なんかねもういろいろ早く使いたくて、もうほんとこの日までずっとね撮った、やばい、でかっ、めっちゃ嬉しい、あ、めっちゃ嬉しい、
こういうこれね、あのね、普通だとね5000円ぐらい、いやもっとしたかな、6,000〜7,000ぐらいしたなと思ったんだけど、ちょっとなんかそこまで別にそんなにウォーターボトルにはいいかなって、じゃああるものでいいかなと思ったんだけど、これがあってしかも可愛くないからで、これめっちゃ嬉しいんだけど、やばい、これで飲めるんだ。よし、やばい、これでちょっとこの冬はお水を飲みます。でかくない？マジで。でもこれめちゃくちゃ嬉しくて、もう超安いもん。本当にやばい、本当にやばい。あ、で、あとね、これ、そのキッチンが、ちょっと暗い部分があって、それをね、こうやってつけて、LED みたいな感じで、あ、これ充電式なんだね。はい、これちょっと充電して、電気つけようと思っていて、これもめちゃくちゃ安かったんだよね。で、あとこれがね、もうね、うちさ、ほんとキッチン結構狭くて、そう、こんな感じなんだけど、これ何かっていうと、鍋の蓋とか、あとこうすくうやつの置き場とかって結構なかったりするじゃん。それを置く感じ。なんかカレーとかのさ、こうやってすくってどこに置いとこうみたいななった時にさ、こう普通に置いちゃうとカレールート腫れちゃったりとか、なんかシチューこぼれちゃったりとかするけど、そう、それをね、置く台みたいなやつもめちゃくちゃ安かったので、これもゲットしています。やばい。あとね、3つ、たらん、あとこれが、ティッシュとかを中に入れて、こうやってティッシュがここから出せて、メガネとか置いておける、あとなんかこうリモコンとかを立てられるような、なんていうの、ケース？いつもね、メガネをなくしちゃうんです。寝てる時大体。なんでかっていうと、かなりのだるだる人間なので、メガネしながら携帯をずっと見てたりとかね、してた時にこうやってパッて取って、そこに置き場を考えずパッて取っちゃうの。そうするとこうベッドの裏に入ってっちゃったりとか、落ちちゃったりとか、いや、ちゃんと棚に置けようと思うんですが、ちょっとめんどくさくて、だからちゃんと、あ、ここに置こうって決めようと思ってこれをね、ゲットしました。でもさ、こういうの便利だよね。ティッシュここに入れられるからさ、なんかこうなってるんだけど、うん。で、これしたらいろんなもんなくさないなと思って、これは、ベッドの横に置こうかなと思っています。そしてあと、チャラン、カーバキュームクリーナー。うちさ、本気でさ、子供がいるとさ、お菓子食べたりとか、なんか後ろでおもちゃみたいなのがやってたりとか、もう本当に車が尋常じゃなく汚くなるんです。だからね、ささっと掃除できるようなものずっと欲しいなって思ってて、これがね、目に留まったんですよ。こんな感じで車のとこに差し込んで、まあよくあるやつだよね。これがね、めちゃくちゃね、安くて、そう、レビューも超良かったので、これにしてみようと思って、ささっとこうちっちゃいのがいいよね。車のこう横とかに入れとけるぐらいの、これサイズ感だから、これ取るとちっちゃいじゃん。さっきのさ、水筒がさ、超でかいんだけどほんとちっちゃいからこうやって横にスポッて入れといたりとか、あとなんかこうどっかしらに入れるところに入れといて、あ、汚いと思った時に、誰か人乗るからやばいって時にこうやってやろうかなって思っております。そして最後にこれなんですが、おすごい、結構大きめ、いいね。うちね、アミヤちゃんのお洋服とかは結構まだ下の子に取っておきたくて、で、あ、大きいな、めちゃくちゃすごい。これなんか300円ぐらいだった気がする。ここの中に、衣替えしたお洋服とか、
あと、アミヤちゃんもサイズアウトして、リアが下の子が着れるなっていうものをちょっと全部一個にまとめたいなと思って、結構大きめのこういう、まあ、ケースが欲しいと思っていて、これを見た時になんか可愛いしこれいいなって思ったので、はい、これをねゲットしました。ちょうどこの後ろのところにスペースがあって、そこに入るサイズかなっていう感じで、はい、って感じでね、いろんなものを紹介しました。本当に日用品みたいな感じのものが本当にあのティームさん安くていいなって思うし、あ、これあったら便利かもっていうものを本当にお安くゲットできるし、おもちゃとかこの子供用品とかちょっといろいろね商品見てると、あ、これいいなっていうものが結構いっぱいあって、自分的にはママさん感覚、ママ的にすごくいいなってあの思ったんだよね。お家のものとかさ、子供のものとか、だからちょっとこれからはおもちゃとかも、ここで買っていきたいなって思うし、なんかねすごく自分的にはなんか使いやすい、サイトだなって思ったのと、もうとにかくいろいろなものが揃いすぎてて、あのめちゃくちゃ充実してるし、ママさんにとってすごいいいサイトだなと思うので、なんかぜひ皆さんチェックしてみてください。そして今ならなんかスーパーびっくりするぐらい の, あのクーポンがあって今ねこれ皆さん私が紹介したものたちとかぜひなんかゲットしてもらえたらなって思うんだけど、これとかマジ本当に最高すぎるよ。これちょっとこれから毎日使っていこうと思っております。はい、まあ、ということでね、ちょっとすごい長いビデオにはなっちゃったんだけど、あのぜひぜひ気になるものがあれば、クーポンコードもこちらに、貼っておきますので、みんなよかったら、ぜひぜひ気になるものあったらゲットしてみてください。はい、ということで、今日も見てくれてありがとう。下にね全部紹介したものは、記載しておくので、私もこれからちょっと毎日のように使っていくと思うから、また何かゲットした時には紹介するので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。はい、では次のビデオもお楽しみに。じゃあねー。